え、どうの、設定、ちょっと待ってね。ちょっと待ってて。ああ！この重くて、声が。こっちダメなんだ、これ。これ多分、正面はわかんないな。前と後ろはわかんないんだな、多分。でかい。いや、自分の方で下げてくれる？じゃあ。いつものやってみていい？これ。ちょ、こっちの耳だけにするか。これ。あ、でもなんか音綺麗な感じするな、前より。あ、待って、ポテチあるわ、ちょうど。どう？ちょっと、早く見たいんだけど、自分でも。どう？ちゃんとなんか、右耳でカラカラ鳴って、左耳で僕の方行った。痛い！聞こえる？マイクでかすぎてさ、カメラに僕の顔一切映んないからさ、ボイス用に買ったんだけど、マジで重いの。110万、もう106万とかだったかな。なんか、そんな感じだった気がする。いや、僕のボイスはさ、最近はちょっと、マイクの、これが届いたのが、3日前、4日前とかで、これが届くまでは、ちょっと最近サボってたんだけど、EX ボイスがバイノーラルになってて、それが、あ、ゴミ入ってるんだけど。声優さんのテレビとかで使ってるやつだよ。ん？声優さんがテレビの番組とかでさ、なんか、バイノーラルマイクで、丸々してみた、みたいな、やつの頭あるじゃん、人の黒い頭。あれ、こうた。本当はもっと早く届いてたんだけど、僕、家で受け取んなくて。別の場所に送ってて、そっからもらったからちょっとね、余計かかった。それ込みで結構かかったね。最初は10万円ぐらいのバイノーラルだったの、マイクが。で、そっから1年ぐらい経って、ちょっとボイスの販売のね、ボイスもたくさん実は売れてるんですけど、ボイスの売れも良くて、途中で30万のバイノーラルマイク買ったんですよ。で、まあ、そうね、そっからまたたくさん売れて、今もたくさん売れてるんですけど、今たくさんボイス買っていただいて。あ、じゃあ、次100、一番もうこれかなって。もうここで。いや、もうこれ以上はね、ちょっとバイノーラルに関しては還元できない。いや、本当はもっと家の環境とかあるんだろうけど。そうですね、皆さんが買ってくれたボイスだとか、送ってくれたスパチャだとかが、これになりました。なんか、活動の初期から収入の、なんだっけ、3割だかは、機材とか配信のものに使うって決めてて、でも、もうちょっとね、けどもう最近はなんかね、買うものがなくなってきて、そう、買うものがなくなってきたから、もうちょっと、これより上がないんだよ、だから。これとかも。防音室とかも買ったけど、これより上がないから、もうここは完走でしょ、多分。いや、もしかしたらあるのかもしんないけど、さすがになんか、取り扱いに困るよな。そのレベルだと。多分これより上行くと。これですらちょっと持て余す。え、ちょっとなんかさ、息ふーってやったら前は暴風とか台風とか言われてたんだけど、やってみていいかい？ちょっとうるさいかもしんない。壊れたりしないよね。あ、危ない危ない危ない。ちょっと待ってね。なんか頭を押さえないと倒れちゃいそう。なんか上が重くて下が軽いからさ。いくよ。じゃ、まず扇子で仰いでみろ、耳に。聞こえない？これ。これ聞こえる？え、すげえ！わかる？なんか、なんだろうな。棒状のものをさ、思いっきり振った時の風切り音っていうの？もう聞こえない？ ごめん。多分、咳の大きさもすごいよな。多分だけど。ちょい、ふーってするよ、じゃあ。さすがに、もう、めっちゃ直でやるわ、一回。さすがに、ブーなるかもしんないけど。できますよ、じゃあ。あ、でも、どうなんだろう。どうなんだろうな。あ、でもなんかさ、高そうじゃない？この風。この息高そうじゃない？前回のに比べて。なんか、実際風って言うんだけど、人が風って言ってる息の音とかもなんか明確に入ってる感じするな。なんか、リアルだよな。まあ、その耳にフーってされたことないからわかんないんだけど。ちょっといない？耳責められたことある人。恋人に耳にフーってめっちゃされたことある人。いない？
どう？かなりリアルです。ああ、なるほどね。ちょ、耳の外にあるよ、じゃあ。ああ、ごめんごめんごめん。僕の肺活量が。そばで囁きましょう。ちょっとじゃあ、囁くわ、一回。ここはサービスね。どう？どう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 ？ぽかった？ああ、すげえ、やっぱすごいんだね。僕はこのマイクのこと、たかしって名前にした。これ、質感すごい。もうほっぺたくっつけてるもん。耳マッサージしてほしい。いや、耳マッサージしてほしいって僕さ、耳のマッサージ師じゃないんだよ、僕別に。ちょっとなんか、手でブワブワしてみるよ、耳。ちょっと、故障場良いかもしんない。もしかしたら。いきます。あ、待って、爪長いからなんか蓋叩いてみていい？すげえ。僕ん家にスライムがあったら、切るのに包丁で。耳触るよ。じゃあちょっと行くよ。ちょっとなんかこういうの苦手な人は気をつけてください。ああ、なんか耳吸われそう。今ね、耳の薄い部分揉んでる。どう？いい感じ？今ね、耳の穴に爪突っ込んでる。え、すげえ！僕が耳かいてる時と同じ音する。ちょ、綿棒取ってくるわ。いった。ちょ、待ってて。取ってきました。よいしょ。いきますよ。あ、すげえ。すげえ。すごくない？耳かきしてる時の音してない？血出そう。反対側も耳かきするか、じゃあ。ちょっと耳の穴見ながらやってみよう。あ、びっくりした。びっくりした。高橋。耳って、なんか耳の形がリアルでさ、耳、怖いわ、ちょっと耳掃除すんの。セリフリクエストはね、ちょっと残念ながら受け付けておりません。リップロール。感覚に10倍。あ、やばい。信用は無理なんじゃない？このマイクだと。このマイクで信用やるの怖えよ。でかいもん。はえー。すごいんだね。あ、髪の毛？いや、ないよ。だって髪の毛、ハゲなんだもん、これ。これなんか、たびたび配信で話してるんだけど、VTuber の、まあ、VTuber だけだと思うんだけど、の心音を心臓にマイクを当てて聞かせ、あれ僕、起源僕だと思ってるからね、未だに、ちなみに。一番最初にやったの僕だって未だに思ってるわ。どうでもいいから調べたりはしてないんだけどね。それこそ5月？いや、まあ、わかんないんだけどね。これは、ちなみに。もしかしたら違うかもしれない。まあ、違っても何かと驚かないんだけどさ。いや、僕は別にバイノーラル、なんか、結婚したのか？俺以外のやつと。みたいな感じに使う感じではない。まあ、ボイスはそんな感じかもしれないけど。どう？どうですか？ぽい？はー、なんか音綺麗だね。軸が特定できるレベル。これはね、タクタイルだね。ロジクールの。タクチュアル。手をすり合わせてみて。どう？僕は心理の扉見てるから錬成陣なしで錬成できるんだけど、どう？ああ、すり合わせて、あ、すりすりしてってことね。あ、ごめんごめん。錬成してってことかと思った。ごめんごめんごめん。誰か何を失ったんですか？理性。しかもこれさ、イコライザー切ってるからな、今、普通に。じゃあ最後、ささやくわ。いった。いや、なんかやっぱ高いマイクはいいマイクなんだなーって、ちゃんと。安心したわ。今日以降で収録するボイスは、このマイクになると思う。そのバイノーラルで撮るやつはね。
まあ、セリフとかリップ音とかはね、ちょっとごめんなさい。無料じゃないです。すいません。セリフとかリップ音が聞きたい方はちょっとごめんなさい。有料のボイスの方で。もうないかも。てか、これ以降出ないかもしんないけど。今後、過去に何個か出てるんで、そっちの方で。いつか再販があったらそっちの方で聞いてください。そうそう、マンスリーとかは結構ね、過激だったんで。僕はお金もらえるなら何でもするけど、さすがにね、お金もらえる、あれじゃなかったら、リップ音とか恥ずかしいかな、ただ。まあ、おならぐらいなら考えなくもないんですけど。大パンやってください。さっきやったらなんかすごい、リスナーすごいびっくりしたって。お金出すなら何でもするっていうのはあれね、ボイスならって、有料ボイスならね、スパチャまた別だからな。でもやっぱ、おならしたことないからな、僕。おなら出たことないからね。ごめん。すいません、テストなのに付き合っていただいちゃって。プーどう ?F1。プー通り過ぎてった。これさ、両左右でさ、両手でやってると思うじゃん。もう左全然なんないからさ、右手だけでさ、両左右にこうやって、腕をこう、交互に反復横跳びでさせてやってた。あ、骨鳴らしてみてあげようか。いくよ。あれ?あれ?耳塞いでやってみようか。あれ?なんないかも。どう?首の骨。どう?僕ね、足の骨なんか、鳴るんだよな、ゴリゴリ。やろうと思えば。ちょっと聞きやすくするか、ちょっと待ってね。はい。今、足上げてる。いや、足床に置いてて、この音。もう実際もう、バキ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 。手も鳴らせるよ、ちなみに。結構骨鳴らせる。関節をもう外せるから、もう、バキ。今回は、テストワークなので、スパチをこう、ちょっと改めて読むのは。てか、改めて読むのはやめておこうかと思ったら、そもそもすいません。スパチャがもう取得されてない。上まで。ここはちょっと一括ですいませんが。まあ、もし以降、ちゃんとバイノーラルやることがあったら、バイノーラルでスパチャ読もうかなとは思います。すいません。たくさんのスーパーチャット、メンバーシップ登録ありがとうございます。まあ、その、バイノーラル配信を面言でやるかとかは、ちょっとまた考えます。とりあえずこれボイス用なんで本来の目的とか使用用とは。はい。ということでありがとうございました。バイバーイ。またねー。Cパート。Cパートセリフ言います。いきます。ポッター様はホグワーツに来てはなりませぬ。ああ。